静内町は北海道の日高市町管内に設置されていた町。町名の由来はアイヌ語のスナイもしくはストゥナイと言われる。町内には牧場型数所在しており、東証ボ防衣、桜地与王ウィニングチケット、ウオッカなど多くの競争場を排出している。静内町市街地日高市町沿岸中部に位置する。南西部は太平洋に面し、北東部には 日高山脈を抱える。静内川の河口に市街地が広がる。2003年1月からニーカップ町、三井市町と合併を協議し、当初は市に昇格予定で、新市名称は日高市に決定していたが、その後にカップ町から合併の時期の延期申し入れがあり、2004年12月7日をもって山頂による合併協議は休止されることになった。 その後、三井市長と新たに協議会を設置し、新町名を新平高町合併期日を二千六年三月三十一日とすることで合意二千五年三月二十二日に合併協定書に調印した。三月二十五日には両町議会で七月一日には北海道議会で合併関連議案が可決され、八月十九日には総務大臣が 官報に告示、これにより静内町の歴史に終止符が打たれた。合併に合わせて、新たに日高軍が設置されることになった。機関産業は落農。その他に競争場の育成、生産、漁業、林業なども行われる。舞台は東京だが、主人公の北、岡聡太が静内町出身である。そのため、北海道の改装場面がよく出てくる。 ありがとうございます。